昨日は円町のあのカポタストというあのバーがあるんですけれども、そこでちょっと急遽、店長みたいなことで、マスターで、2時間ほど経ってたんですが、柿つばたさんですかって声あのお客さんに、初めて会うお客さんに声かけられまして、声だけでわかるみたいなんですよね。なんか、チャンネルを見ていただいているそうで、いやいやいや、びっくりした次第でございますが、この日は愛ちゃんでおでんを食べております。初めておでん食べたんですけれども、いや美味しかったです。これぞおでんというおでん、まあ、おでんはおでんなんですけど本当に美味しいです。で、日替わりランチが、カツカレーでございまして、これで500円でございます。カツもねここちゃんと、うまいこと揚げられてて、カリッとサクッと美味しいんですけれども、で何よりもカレーがこれ自作だと思うんですよね。レトルトじゃなくて小麦粉から、カレー粉で多分作られてるんだと思うんですね。スパイスカレーじゃなくて昔ながらの食堂のカレーで、ここのカレー癖になるんですよね。スパイスカレーも美味しいんですけども、こういうカレー安心して、大好きなのでございます。これがこの日の、定食、これで580円でございますね。場所は、円町の、エディオンの隣の道をずっと北に上がっていくとお旅所があるんですが、北の出間のお旅所があるんですが、それの手前です。いやしかしそういえば前も、声で分かったという方がいらっしゃいまして、いやいや声で分かるんですね。まあ、もし分かりましたら、カッキーと声をかけていただきましたら、はいと答えますので、ぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。